ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録よろしく頼むぜ。登録してくれて、本当に嬉しいぜ。今回のクイズも、コメント欄に入れてみるぜ。ねえ魔理沙、棚村藩って本当に大名の左遷地になっているのねえ。三大名もいるなんてびっくりよ。本当にそうだよな。しかし実は、他にも何人もいるんだ。いろんな意味で曰く月の地だよな。いずれ紹介してほしいわね。しかし、中には棚村藩への左遷が決まったのに、これまでの功績とコネクションで、それを逃れられた大名がいるんだ。そんな大名がいるのね。今回はその人を紹介してくれるのね。その後もいろいろなことに巻き込まれ、最後は祭神として祀られることになった。今回は諏訪子たちにやってもらうぜ。その人別の神社の祭神なんですが、大丈夫でしょうか？まあ日本の神様はそういうのに寛容だから大丈夫のぜ。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。ここはどこかしら？ここは宇都宮城だ。別名を亀ヶ丘城と呼ぶ。平安時代から存在したという。ということは結構重要な拠点なのね。ああ、宇都宮の政治と文化に大きな影響を与えていた。中世にいた宇都宮氏は、京都との関係も深く、百人一首の成立にも関わっていたという。戦国時代は戦乱から身を守るため、防備を固めて強固な城へと成長していった。そういうわけで、栄えた城下町だったという。まあ、平安時代から江戸時代まで残っていることを考えれば、それは当然の話よねー。そういうわけで、江戸時代になると入る大名は審判か譜代が入っていた。それだけ重要な城ということだ。将軍が日光を参拝する、日光東照宮社さんでも、この宇都宮城は将軍の宿泊場所となっていて、本丸に入っていたという。そんな地なら、結構な賑わいもあったでしょうね。今日はその城の主が主人公ということね。ああ、今回の主人公は宇都宮藩、第六代藩主戸田忠幸だ。なんと10歳で家督を継いだという。彼は、弘化4年1847年に、4代藩主戸田忠春の六男として誕生した。戸田忠春は、老中も務めている。その点からも、幕府の信頼が厚いわけだが、やがて、安政3年1856年に、兄の忠明が亡くなると家督を継ぐことになった。でもそれだととても幼いわね、誰かの補佐が必要なんじゃ？ああ、霊夢の言う通りだ。そういうわけで、家老の増瀬三郎の血の戸田忠幸と、阿賀田勇気の二人が彼を補佐したんだ。私に任せれば大丈夫だって。我に任せよ。ああ、諏訪子たちはそっち側なのね。ああ、この二人がそれぞれの強みを活かして、彼を補佐していくんだ。まずは、阿賀田勇気を見ていこう。彼は兼六席とも名乗っていて、あの千葉周作の門下生だったという。ああ、北進一刀流のね。坂本龍馬が習っていたわよね。太夫試合ができる実力を身につけて、兵法もしっかりと学んでいた。その上で、農政を論じ、農業振興に尽力したという。篠井金山の開発のために幕府からお金を借り、採掘に乗り出している。これは2年で失敗するのだが、そもそも単に幕府から金を借りる口実だったという説がある。なるほどね、武力だけでなく、政治力を発揮できる人物だったわけねー。安政5年1858年には父が亡くなるが、その時は家督継承を辞退して、弟に譲っている。が、宇都宮藩の中では重鎮だったという。むしろ動きが軽くなったという側面があったようで、農業振興への動き、産業修復の発議の功績などで、五人扶持に加増されているな。ここでは話されていないけど、鉱山失敗の責任を負った面があるのかもね。でも動きやすいのも大切ね。続いては、戸田忠幸の紹介をしたい。彼は、戸田忠幸の家臣で、彼も宇都宮藩に尽くす。読みが同じでややこしいわね。
お互いいくつかの読み方があるそうだが、忠行と忠行たちに共通しているのは、尊王の心だった。具体的に何をしたの？主君の命令で、戸田あがたをはじめとする数名で協議し、歴代天皇領修復を兼任したんだ。この功績で、戸田忠行は樹脂家となる。これは幕府を助ける意味もあった。何せ幕府も財政なんだからな。どのくらいの規模の修復をしたの？聞いて驚け、なんと慶応元年までに、100基以上の天皇陵を修復したといい、これを文久の修陵という。ということは、戸田さんは尊王ということね。いや必ずしもそういうわけではなかった。この事業は、幕府の意向もあったという。そうなの？時期は1861年から1864年あたりであった。前年の1860年には伊大老が暗殺されている。その後幕府が後部合体の動きを見せるのは有名な話で、1862年には徳川家茂が和宮と婚姻している。なるほどね、この事業は幕府の後部合体とも連動しているのね。彼は尊王の思想を持っていたのも大きく作用される。そして、もう一つは宇都宮藩の事情もあった。文久2年1862年に、坂下門外の変が起きる。水戸浪士6人が、老中安藤信正を襲撃する事件があったのは知っているか？よく、桜田門外の変と誤解する人がいるやつよね。確か失敗だったはず。ああ、桜田門外の変の件もあるので、防備をしっかりとしていたので、未遂に終わっている。実行犯は水戸浪士だが大橋突庵という、宇都宮の儒学者も関わっていた。彼は、幕府打倒を説く王政復古論者であったという。彼は捕まるが、後に戸田忠行の赦免運動で釈放される。あれ、助けちゃったらまずくない？この時、どういう意図だったかはわからない。もしかしたら、尊王のために動いた大橋を救いたかったのかもしれない。しかし、結果を見てみると大橋は釈放の数日後に亡くなっている。毒殺という説が有力だ。事件をもみ消したかったのかもしれないわね。そこで幕府とうまくすり合わせたと。逆に言えば、幕府との関係は良好なのかもね。おそらくは、尊王派と攘夷派の板挟みになっていた可能性はあり得るな。何はともあれ、事件と事業の時期は一致するよな。まあ不代でこういう事件を起こしたら、睨まれるわよね。こういった事業を行うことで、忠誠を見せるわけね。彼らの心中はわからないが、少なくとも戸田忠行は尊王だったという。さて、重臣の戸田忠行はもう一人の阿賀田勇気などとも協力していき、こうした功績で、文久3年1863年に守護位の下大和神に叙任した。さらに翌年になると、大名格となった。その年に事業を完了させ、その功績で2000両を得たという。順風満帆に見えるんだけど、時は幕末で水戸藩の名前が出るのが不安だけど、どうなの？イグザクトリー。いやいや、そんな笑顔で言われても。そもそも宇都宮と水戸は、地図を見てもらえればわかるのだが、目と鼻の先である。水戸藩の過激な思想が影響しないわけはないだろう。天狗党の激しい打ち下馬は以前の動画で紹介したが、当然天狗党の一軍が宇都宮城に迫ってきたんだ。大変な事態じゃない。実際この時、宇都宮天狗党などの上位勢力が多数いた。下手に断れば大変なことになるだろう。反対に上位勢力に同情的になって、協力をしようものなら、最悪の悲劇が起こったに違いない。実際に、宍戸藩の松平頼徳なんかは、海域切腹させられている。対応を誤ると大事だ。その上、この時は天皇陵の収容などで、まともに兵を出せる状態じゃなかった。その上で、内部が危ないわけだぜ。藤田東湖の息子の、小四郎は宇都宮を味方にしようと迫った。対応次第では、両者から攻撃を受けるだろう。最大のピンチじゃない。どうやって切り抜けるの？そこで、動いたのが阿賀田勇気だった。
相手の言い分を聞きつつ、引き伸ばし策を取ったんだ。まあまあ、藤田殿。あなたの言い分はよくわかる。しかし、当家はご覧のありさまじゃ。多くの天皇領を収容している。それも尊皇じゃないか？なるほど、あがた殿の言い分もごもっともじゃ。じゃあ、機会があればよろしく頼む。承知した。悪意がないことを示す条件として、天武党の領内通過と日光三景でいかがであろうか？かたじけない。ふう、助かった。後で諏訪子と相談しよう。こうして、天武党は去っていき、最初の危機を脱すことに成功した。よかったわねー。一難去ってまた一難とはこのことだ。その後筑波山に天武党が集まるが、ここに宇都宮軍が出撃した。なぜかはわからないが、幕府の命令が下る前に帰陣している。おそらくは、兵力の少なさと、内部の事情が関わっているのだろう。そういえば、宇都宮側にも天武党がいるのね。だからそういう対応をせざるを得なかったわけね。おそらくは、あがた勇気の引き伸ばし策ではないかとうつ主は見ているぜ。とはいえ、この行動は幕府の怒りを買った。その上、宇都宮藩の内部にも上位勢力がいたわけで、再度戸田忠幸は出陣を願い出たが、叶わず 2.7 万石の減封となって、5万石となった。あっちゃー、でも尊皇として対応していたら、もっとひどいことになっていたからなんとも言えないわよね。ああ、その上で戸田忠幸は、行政隠居謹慎となった。養子の戸田忠友に相続することになった。この戸田忠友だが、なんと養父とは同い年にあたる。この時点で18歳前後なんだぜ。うわぁ、それは大変な時に相続することになったわね。ああ、今回は早苗さんに会ってもらうわけだが、さらに追い打ちをかける事態が起きた。幕府はさらに棚倉藩への転封を命じたんだ。棚倉、いやというほど、紹介されているわね。このチャンネルでも何回も紹介されているが、事実上の左遷地だ。しかも戸田忠幸は病気で体調を崩し気味だったという。お父様も、こんな状態でお家も棚倉に流されるなんて、私どうしたらいいの、わからない。しっかりしなさいよ、早苗、あなたがそんなことでどうするの。でも諏訪子様。でもの隙間もない、ここではあなたがリーダーなの。わかる？しっかりなさい。わかりました。そうだぞ、早苗。これから我が友と一緒に助けるから、お前はどんと構えていろ。いつからあなたと友達になった？いい？これは早苗のためだからね。あんたとはいやいや協力するんだからね。はっはっは、わかったわかった。諏訪子は可愛いなぁ。むきぃ、人気投票79位のくせして生意気な。私は、私を応援してくれる人がいればそれでいい。そんなことを気にするなんてお子様だなぁ。まあそんなわけで二人の藩の救出運動が始まった。あがた勇気は、扇町三条実成と親交があったんだ。これは、収容の時にできた関係だろうな。そこに繋がりができるのね。ちなみに、この前にあがたは天武党の対応を誤った席を追って、隠居謹慎している。謹慎解除後の行動だった。彼の行動がなければ、そもそも藩がなくなっていたかもしれないのにねー。辛いわねー。あがたと、戸田忠幸は、三条に救済を働きかけた。その結果、同情を誘うことに成功し、三条の力で処分は中止となった。よかったわねー。この後、戸田忠幸は分藩して、高徳藩を起こしたんだ。さて、一難去ってさらに一難、今度は戊辰戦争の波が訪れた。戸田忠友は、鳥羽伏見の戦いで敗れた、慶喜のため、寺社奉行を辞して、上京するも、抑留され謹慎となった。宇都宮藩はどちら側なの？官軍側についたとなっているな。しかし、徳川への忠義はあるという立場といったところだろうか？ややこしいわね。ここに旧幕府勢力も混ざって暴れるんだからたまらない。前当主の判断で、新政府側になる。ここで現藩主が大津で謹慎となってしまった。そこで前藩主の戸田忠幸が現藩主に代わって、様々な動きを見せた。
まず、慶応4年1868年3月に起きた領内での一揆の対応がそれだ。その翌月には、なんと、土方たちが宇都宮城を襲撃した。いやー、それって無事なの？一度落城して、戸田忠幸は退却するが、新政府軍の加勢でかろうじて取り戻す。しかし、周りは散々だった。焼け野原になった宇都宮の町、城もボロボロだったという。彼はおそらく心を崩したのだろう。翌月の5月に病にて没してしまった。享年22歳だった。彼は、明治5年1872年に、現在の栃木県護国神社に祀られて、祭神となった。本当に激動の人生だったのね。でも本当に大変なのは、この後じゃない？ああ、そういうことだ。本筋でないので、簡単に説明するが、戸田忠友は新政府に睨まれた。なので、隠居のまま次の藩主を新政府は探したという。しかし、これは失敗に終わる。あがたをはじめとする、家臣の反対があったからだ。後に、新政府に貢献したとして1万石を加増された。よかったわねー。あがたは、慶応4年4月に中牢に復帰した。後に家老となって、藩政の実質的な指揮に携わる。戸田忠幸もおそらく宇都宮藩を支援したのだろう。彼は新政府でも大活躍したという。ぐす、隠居で私は一生座敷牢住まいなのね。そんなこと私が許さない。私が新政府に掛け合うわ。たとえ退役になってでも。金子一緒にやるわよ。あなたは早苗を助けなさい。ははは、初めて真剣に助けを求められたな。任せよ、我が友よ。友じゃ、もういいわよそれで。みんなありがとう。以上が、激動に巻き込まれた大名、戸田忠幸の壮絶な人生だが、どうだった霊夢？本当に立地的に見ても大変な場所よね。戊辰戦争や、天狗党の乱に巻き込まれるのは必然ね。でも、優秀な家臣が彼を救ってくれたおかげで、棚倉藩の左遷をなしにして、2万石程度の元封で済んでいるわけよね。そういうことになるよなぁ。確かに若字にしたのは残念だけど、それ以外で見れば、しくじりは少ないように見えるのは大切よね。ああ、それは私もそう思うのぜ。みんなは戸田さんはしくじり大名だと思う？それとも違うと思う？コメント欄によろしく頼むのぜ。取り上げてほしい大名や事件があればよろしくお願いします。それで、早苗たちはどこへ行ったの？三人で。手をつないで仲良く帰っていったぜ。真ん中は諏訪湖でな。あの人最長老なんじゃ。それでは皆様、ありがとうございました。またね。大体その戦争に行くときに銀盤も出さないかんちゅうのは、最初はもちろんその地元の豪商とかね、そういうのに